行くか。どこに行こうかな。さあ行くぞ。到着だ。
開発。みんなチャンスよ。了解です。行くぞ。私の番です。ここだ。よっしゃ。よっしゃ。いい感じだぜ。さすがですね。よし。はい。ここだ。よっしゃ。よっしゃ。いい感じだぜ。やるじゃない。よし、せい、はい。私の番です、えい。俺の番だな。はっ。さてと、へっ。行くぞ、えい、じゃ。迎撃完了。みんな、先に進もう。先制可能。始めましょう。大丈夫だ。今だわ。みんな。上出来さすが。やるね。一気に行くぞ。アイサー任せてくれ。えい、じゃ任せろ。はっ。は
はい。えい。えい。やっ。任せてくれ。よし、やっ。私の番です。さあ。よっしゃ。は。ちょろいぜ。
よし、上出来だ。ヒュー、やるね。先制可能、始めましょう。了解。任せてくれ。はい、ここだ。よっしゃ、いい。よっしゃ、いい感じだぜ。やるじゃない。任せてくれ。チャンスです、皆さん。良いデータが取れました。ナイスファイト。
わかった。私の番です。さあ、よっしゃ、行くぞ。これで寝れる。さてと、俺の番だな。行きます。任せろ。行くぜ。それでは、はい、お疲れ様でした。わわ、大変でしたね。報告は行っては、また依頼を。
しい。どうもミシェルさん。話を聞いてちょっと気になりまして。じゃあね、催促した形になっちゃって。でもありがとう、わざわざ来てくれて嬉しいわ。ってことはまだエオリアさんたちと連絡を取れてねえのかな。ええ、アリオスたちが手分けして当たってるけど、本当にもう一体何をやってるのかしら。さすがに心配ですね。うん、エニグマが通じないってことは自治集会に出ているのか。私もそう思ったんだけど、駅や空港を利用した記録がないみたいなのよね。ベルガード門とタングラム門にも通行記録はないみたいだし。それはもしリンソンたちが実習内にいるのであれば、なんとか居場所を特定できるかもしれません。本当か？何何？どういう方法？確かエニグマ2には研究段階の機能が搭載されていたはずです。その一つは緊急時にアラート信号を発信する機能です。予備動力で一定間隔ごとに特定周波数の動力波を発信する仕組みですが、あまりにも弱い動力波のため実用には至っていないと聞きます。ただ機能そのものはカットされずに残っているかと。じゃあその微弱な動力波をなんとかキャッチできれば、エオリアの居場所も特定できるってわけね。試してみる価値はあるかと。この機能についてはロバーツ主任が詳しいので IBC に行ってみましょう。多分力になってくれるはずです。わかった、行ってみよう。すまないわね、本当に助かっちゃうわ。何かわかったらこちらにも連絡を頂戴に行ったら。了解します。さて、さてと、ロバーツ主任はいるかな。多分財団のフロアで暇そうにしてると思います。エニグマで連絡してみましょう。どうもティオです。いえ、別にそんなつもりは。しつこいです、主任。いい加減にしてください。なるほど、そんな事情だったのか。はっ、どうせ動力切れで連絡が取れないってだけだろ。遊撃士なんて言いこぶった連中ほっときゃいいじゃん。ヨナ、お前な。そんなこと言っちゃダメよ。はぁ、ヨナ君ときたら最近ずっとこうなんだよ。せっかく事務所の一角に
最新型の専用端末ルームを用意してあげたっていうのにさ。いくら処理能力が高くったって、あんな制限付きのシステムで満足できるかっつうの。とっととセキュリティコードを僕に解放しろよな。ああ、それはダメだよヨナ君。そんなことをしたら君またやりたい放題しちゃうだろ。代わりにポムットでティオ君に勝てるよ特訓用のプログラムを組んであげたからさ。よ、余計なお世話だっつうの。なんだかんだ言ってヨナのことちゃんと監督してるみたいだな。まあそれはともかくエニグマ2のアラート機能だが役に立たないかもしれない。そうなんですか。そういった機能があるのもあるんですよね。ただ動力波が弱くてほとんど感知できなくてね。10セルジュくらい近づかないと測定器でも感知できないんだよ。10セルジュ、それはまた微妙な距離だな。クロスビル市内にいるのなら感知できそうだけど、私のセンサーと組み合わせるのはどうでしょう。マトリックス化されたシステムならエイオンに連動できそうですか。ああ、それなら、あるいは、いや、やっぱりダメだ。エイオンに連動させるには測定器の精度が不安定すぎる。動力圧の問題もあるし、周辺地形の反射も考えられるからかなり無理があると思うよ。そうですか。何がダメなのかいまいち分かりませんが、どういうことだ。アラート用の動力波は微弱すぎて測定器から近い場所にないと感知しきれない。かといって測定器とティオのセンサーと連動させても出力が足りないし精度不足なんだろ。でも遮蔽物のないタワーの屋上なら感知精度も上げられるだろうし、高出力の動力が確保できるんじゃね。さすがヨナ君、システムエンジニアとしての才能は目を見張るものがあるね。まあそれほどでもあるけどな。それじゃあなんとか目処が立ったみたいだね。ええ、いけるかもしれません。早速オルキスタワーの管理部に屋上の使用許可がもらえないか掛け合ってみよう。ヨナ君、君も手伝ってくれるね。なんで僕がけど、まあ暇だし手伝ってやるよ。その代わりあんたらこれで貸し一つだからな。無茶な頼みでもない限りきっとお返しさせてもらうわ。受付で認証カードを借りて
雨も降っていることだし、あまり待たせないといいよね。ようこそ。ええ。はい。こちらのカードをエレベーターのにパネルにかざすと、最上階1ヶ月に。
やあ、待ってたよ。これがアラート信号を感知するための装置。ああ、ただしこのままじゃ半径10セルジュの範囲内しか感知すること。そこでティオ君の出番ってわけだ。こちらの方は問題ありしかし、雨の影響は大丈夫ですか？ああ、かなり小雨になったし、あんまり影響はないと思う。しかし、ティオ君をこのまま雨風にさらすのは忍びないな。そうだ、ティオ君がセンサーを起動している間は僕が傘を差して。結構です。逆に気が散りますね。よしっと、いつでもエイオンを起動させて大丈夫。それでは始めましょう。リンさんたちの身を集め、答え番号を入力中ですか？ああ、ギルドからちゃんと番号は聞いておいたからね。すでに測定器に入力してるよ。了解しました。ディオ、よろしく頼む。リンさんたちの居場所、どうか突き止めてあげて。はい、それでは。エーオンシステム起動。マトリックス方式による測定器とのリンクを開始。リンクを確認。そのまま行っちまっても問題なさそうだぜ。測定器への動力供給も高レベルで安定できそうだ。ティオ君、よろしく頼む。はい。センサー機能開放。エーオンシステムリミットブレイク。波みたいに広がっていったみたいだ。成功みたいだね。本当ですか？リンさんたちの居場所が分かったんですか？うん、まあ正確にはエニグマ2の場所だけどね。2つのアラート信号は私の方でも感知しました。ここからかなり南の方ですね。んで、入ってきた情報を解析してマップ情報、ほら出てきたぜ。なんだこりゃ。このところに何かあったか。私の知る限り、人の手が入ったことすらも出現地帯だと思うけど。そんな場所にあの遊撃士のお姉さんたちがいるわけか。よくわかんないけど、ただごとじゃないんじゃねえの？さすがに心配だね。どうぞ。とりあえず一旦ミシェルさんのところに戻ろう。それと念のため警察本部に。そう、エミ、状況を考えると急いだ方が良さ。ロバーツ主任によろ、協力ありがとうございました。なんのなんの、後片付けは任せてくれたまえ。ま、せいぜい気をつけろよな。そうか、ありがとう。ごめんな、フラン。いきなり無理なことを頼んで。いえいえ、こういう時こその皆さんのサポートですから。でも、南の湿地帯ですか。くれぐれも。ああ。なんとかボートを確保できたみたいですね。ああ、フランが素早く手配して、うん、今回に関しては頼りきりになっちゃったわね。でも本当にいいの？1時間もすればアリオスたちが戻ってくると思うんだけど。いや、それだったら俺たちが先行した方がいいだろう。そうですね、どんな
状況かも分かりませんし。まあ彼らが戻ってきたら追いかけるように言っといて。分かったわ。リンにしてもエオリアにしても永久に迫る凄腕の遊撃士よ。その二人が連絡も入れずに揃って足止めされている事実、何があるか分からないわ。くれぐれも気をつけなさい。はい。準備を終えたら鳩場に行きましょう。目的地を選んでください。Thank you.
それじゃあお気をつけて。おやおや、面白いチュバルツオークションといい、やはり縁があるようですね。しかし、サオさん、エルム湖の南岸に一体何があるのでしょうか。さて、ここは彼の勘にかけてみるし、不良リーダーの魔人化に蛇や教会の開運に、少しでも資格を潰しておくに越したことはありませんか。確かに。なんだファン、その取り乱しよう。申し訳ありません。その今しがた監視班から信じがたい報告がありましたので。信じがたい。ファン、詳しい話。まあ、雨の中で探索するよりはマシかもしれないね。可能性があるとしたら厳重でしょうか。正直今の状況だとどんな可能性も考えられそう。アリオスさんたちの到着がいつになるかわからない。なるべく俺たちが先行してリンさんたちの無事を確認しよう。速度を落として慎重に進んでみてくれ。ティオ、岩壁の接近を感知できるか。はい。こうなったらもう腹をくくるしかねえな。まさかこんなことになっているとはね。フレロマソウ、いつからこんなに繁殖していたんだ。でもそうか、ヨアヒムがグノーシスの原料を採取していたのは。まあ、この場所と考えて間違いはないだろう。リン、どうした。それはこちらのセリフだ。エビドンの影と不良リーダーの魔人か、それらの気配を辿ってきてみればお前たちの出くわすと。へえ。そんじゃこの場所が怪しいと睨んでわざわざ踏み込んできたって。その通りだ、お前たちの方は少々事情が異なるようだな。この際だから事情を説明するけど。なるほど、あのボートは遊撃士どものものだったか。なるほど。このありさまといい、確信。なぜ青い花プレロマソウがクロスベル各地で咲き始めて幻獣が現れ始めたのか。それがクロスベルにおいてどんな意味を持つかだね。
その通り。これも一応は兵ゆえとの契約でもある。遊撃士どもはお前たちに任せるとして。いや、いい。やはりここはロイドさん。おいおい、はあ、なんとなくそんなことを言い出しそうな気がしたけど、まさに予想通りでしたね。さあ、こういう時だけは柔軟すぎる。マニオス、何を勘違いしている。そもそも私とお前たちは立場が異なれば、病院の時と違ってお前たちに協力する利点などないと言い切れるのか。リンさんとエオリアさんは永久に届くほどの凄腕だ。二人合わせたらあのアリオスさんにも匹敵する腕前を持っていると見た。その二人が消息を絶つほどの危険が待ち受けているとしたら、本当にあんた一人でも大丈夫だと断言できるのか。まあ緊急事態ではありますし、リンさんたちが無事だったら情報を手に入れる。あくまで効率重視なら確かに協力はできるはずだわ。特務支援か。どうやら随分とリーダーに感化されているようだな。まあ否定はできんかもな。少々不本意です。いや、だからなんで俺のせいになってるのか疑問。これも人徳だろうね。よかろう、こたびも一時的に同行しよう。だが風の牽制が追いついてきたら私は去る。それでいいの？ああ。しかしこの人数だと魔獣に襲われた時なんか身動きが取れなくなりそう。なら誰か一人ここに残ってもいいかもしれませんね。ボートの見張りも必要かもしれませんし。いいんじゃない、風の形勢が来た時のための連絡役にもなりそうだし。わかった、編成を考えてみよう。あの技を教えてもらった借りをまだちゃんと返せていない。何としてもリンさんたちを見つけて安全を確認しないと。
ジネット当選。ヒロハ。はい、そこです。行くぞ。えいディア。俺の番。フッ。ええ、そこ俺の番だな。えいはっ。まだまだいける。よし、一気に行くぞ。バイソン。俺の番だな。えいっと。俺の番だな。はっ。チャンスです。ごめんなさい、先に行くわね。
あれは。エオリアさんじゃねえか。しかしこれは。茨のツタ。フリロの層とは違う植物のようだ。とにかく解放。冗談を言えるということは、意識ははっきりしてるみたいですね。ええ、ちょっと体の力が入らないけど、ミシェルさんに頼まれて来てくれたのかしら。ええ、そうだったの。私とリンは幻獣と青い花の手がかりを追ってここにたどり着いたんだけど、調べているうちに厄介な相手と遭遇してしまって。厄介な相手？やはり。人間、それもおそらくウロボロスの連。工房で聞いた。中世の騎士のような格好をした凄腕の娘たちを連れていて、その子たちの相手をするだけで精一杯だったわ。騎士の格好をした娘だった。戦っているうちに私は凛とはぐれてし、道化師とかいう男の子に拘束されてしまったの。それであのツタみたいなのに動けなくされてしまった。拘束して放置か。マニアックな野郎だな。ランディさん、そういう問題では。話は分かりました。俺たちはこのままリンさんの安全を確認。待機中のメンバーがいるのでこちらに来てもらいますね。ありがとう。リンをお願い。あの子、手強い相手を見ると歯止めが効かなくなるから。了解です。一刻も早く発見する必要がありそうですね。先生、可能。始めましょう。はい、先生。よし。やっと。はい。そこです。任せろ。私の番ね。行くぞ。こんなところかしら。先制可能。始めましょう。そこ。よし。やっと。行きます。さあ。任せろ。ぜ。レイ。やっ。なんとかなったわね。畳みかけるぞ。任せてくれ。
せい。はっ、行きます。さあ、敵集団撃破しました。Thank you.
えいっ、よっしゃ、畳みかけるぞ。大丈夫だ、今だわ。みんな、上出来さくら。ほう、やるな。やっやっ、始めましょう。やるぞ。チャンスだ。よし。よし、上出来だ。お疲れ様。
そうか。リンさん、どうやら状況はつかめてるみたいで。ああ、面目ない。そうだ、エオリアは無事なのか。はい、心配いりません。そうか、本当にすまなかったな。まだまだ私も修行不足か。まさか母まで子供扱いされるなんて。騎士の格好をしたという娘たちのことですか。いや、あいつらも手ごわかったが、一人別格。強いなんてもんじゃない。次元が違うと言うべきか。ひょっとしたらアリオスさんでもかなわないかもしれない。そんなのありえんのか。ヨルグさんが言っていた下の一人かしら。鋼の異名を冠した恐るべき達人らしいですが。多分そいつのことだろう。それと道化師とかいう少年と白衣の中年男を見かけた。いくら伝説の教師を連れていても分が悪いかもしれないよ。それは我が名はエル。どのような相手であろうと、お前たちがおじけづくなら同行はここまでとしよう。ちょっと待って。いくらあなたでも一人で行くのは無茶だわ。とりあえず和治君に連絡してリンさんを任せましょう。大丈夫かい。ずいぶんヤバそうな相手みたい。ああ、とにかくま、鋼ってやつとやり合うことにならねえよ。そうね。ああ、それがいいだろう。ごつい鎧と長いマントをつけていたからわかるはずだ。アリオスさんたちも来るんだし、くれぐれも無茶はしないでね。ええ、了解です。それでは行きま。で行かせてもらうぞ。みんなごきげんよう。えいと、みんなチャンスよ。アルカー、今だわ。みんな、you
任せてくれ。私の番です。ここだ。よし、よっしゃ、いい感じだぜ。ナイスファイト。みんなチャンスよ。了解です。チャンスだ。
よし、上出来だ。お疲れ様。ここはすごい膨大なエネルギーが集まっているみたいです。それにやっぱり嫌がったみたいだぜ。これはものすごい場所だね。活性化しているのならそろそろ準備はできているのかな。そういうことなんだろう。ああ、さぞかし面白い見せ物になってくれそうだ。白面殿が生きていればさぞ楽しんでくれただろう。教授までクロスベルに来てたら収集がつかなくならないかな。グロリアスまで持ち出して二大国に喧嘩を売ったりして。それはそれでなかなか面白そうじゃないか。あれ、やっぱりこの程度の使命簡単すぎて気乗りがしない。全てはあの方の意思、依存などあるはずもありません。それよりも博士カンパネルラ、おしゃべりはそのくらいで、どうやら客人のようです。どうやら予想以上の化け物どもが揃っていたようだ。ああ、君たちか。遊撃士のお姉さんたちは身動きを取れなくしたはずだけど、どうやってこの場所を突き止めたんだい。一応企業秘密ということで。しかしなんだか面白いことを考えたりしてるじゃない。あなたたちの企て、察するにクロスベル警察の新人諸君といったところだが。クロスベル警察、特務支援課の者だ。結社ウロボロスの関係者と見受けるが、まずは身分を証明できるものを提示してもらいましょうか。身分の証明、彼は何を言ってる。警察としての手続きを。僕たち相手に身分証。まっすぐな若者ですね。要求に応えられないのは心苦しくはありません。ダメダメだ、常識が通用する連中じゃありません。教団の連中あたりと同じだと考えるべきだろう。
彼らと一緒にされるのはさすがに面白くないね。いいだろう。自己紹介くらいはしようじゃないか。F ・ノバルティスだ。ウロボロスの第6中にして13工房を任されている。仕業だったんです。動力ネットのハッキングに使われた不可解のコードを開発したのは。ほう、あのコードがわかるのかね。あれはアストラルのコードといってね、結社のネットワークで使われている。博士、博士、そういえば教団の被験者でエプスタインの連中が拾った娘というのがいたか。どうだね君、その才能を結社のために生かすつもりはないかね。お断りします。ゴーン。まったく、レンに逃げられたからといってさすがに必死すぎないかい。別にレンの話はここでは関係ないだろう。さて、我が名はアリアンロード。この印を前にしてその余裕どれだけ保てるかな。おい、どうしてそんな。なかなか興味深い対戦カードだとは。その前にここの主が戻ってきたみたいだね。何、主？巨大なオーラの接近を確認。大型の幻獣が来ます。なんだと。どこから。この魔獣は幻獣スフィンヒマイラ。イニシウの幻想が作り出した聖なる花。いやこれは計画の精度にも。話は後だ。速やかに彫刻する。デカブツだ、気抜くなよ。了解です。さてと、
行くぜ。よし、私の番です。それありがとう。任せてくれ。
の番だな。
なんとか倒せた。結構やるじゃない。素人にしてはなかなかといったところかな。その魔道場とやらも財団の連中が作ったにしてはそこそこ完成度も高い。てめえら、ウロボロス、そろそろ答えてもクロスベルの地で何をしようとしている。まさかとは思うが、グノーシスを新たに製造したのもあんたたちじゃないだろうな。魔人化しちゃった不良の僕も見物させてもらったけど、なかなかの弾けっぷり。もう少し突き抜けたら結社に迎えてもいいんだけど。はぐらかすな。質問に答えてもらおう。君たちがそう思うのは無理もない。私たちはあくまで計画の進行度を確かめに来たんだ。七葉脈の活性化の度合いと約束の日のタイミングをね。約束は、ちっ、どこまで思わせぶりなんだっつうの。もはや言葉は尽くし、ここから先は力を持って口を開いてくる。そうするしか方法はないみたいです。やれやれ。さすがに僕じゃ君たち全員の、ここはあなたにお任せしちゃっていいか。仕方ありませんね。引かざるを得ない。それが見抜けるだけでも大したの。アリオさん、よもやこのまま見逃すのか。まさか。だが状況はこちらが不利だ。
さんたちもただものじゃなさそうだ。よし、ここで殴る必要はない。マスターの強さ。潮時みたいだね。計画の進行度と七葉脈の状態も確認。そろそろ私か。待て、さすがにこのまま見逃すわけにはいかん。一つ忠告しておきましょう。こたびの計画によって我らはあくまで脇役にすぎません。じきに獣たちの戦い、この地に混乱が招かれるでしょう。されど目の前で起きる悲劇にとらわれすぎぬよう心得なさい。それではごきげんよう。またの再会を楽しみにしててくれたまえ。ウロボロス、とんでもない連中だな。リーシャ。リーシャさん、そろそろ稽古に戻らなくてはいけませんから失礼します。信じられないことばかり起きて、ちょっと現実感がないわね。ああ、まるで夢の中にいるような気分。確かにそうかも。バルドのことといい、悪夢の類だとは思うけどね。だが紛れもなく現実だ。アリオさん、結社の連中は予想以上の手がかりを残して、この場所の意味、そして直に放たれる獣たち、呆然としている暇はなさそうだ。獣たち、まさか。そうか、動力波が届く。ええ、ギリギリ大丈夫か。はい、特務士。ダドリーだ。湖の南岸へ向かったと聞いたが、今そちらにいるのか。はい、その、いろいろあってアリオさんたちも一緒ですが。ならばちょうどいい。ついでに連中にも伝えておけ。赤い星座のメンバーが一人残らず市内から消える手だ。なっ、できればオルランドから話を聞きたい。すぐに戻ってこられるか。わかりました。どうしたの。随分慌て。ああ。我々も気にはし。ロイド、お前たちは急いで町に戻れ。俺たちはこの場所を調べてから戻るとしよう。あ、すみません。そうしていただけると助かる。すまねえな。こういう時はお互い様さ。それにリンとエオリアとてすぐには動かせないだろう。赤い星座が動いたとすれば、ヘイユへの動きもあるはずだ。俺たちもすぐに戻るが、くれぐれも気をつけるがいい。はい、それでは失礼します。まさかインの正体がリーシャさんだったなんて。てっきり男の人とばかり思っていたんだけど。どうやらあの格好の時には気配を変えていたみたいだね。ひょっとしたら体型なんかも変化させていたのかもしれない。そんなこと普通の人間にできるの。って普通じゃない人間に最近何人も会ってるよね。どうやら私の感能力も欺かれていたようですが、ロイドさんは思ったことに。ああ、ちょっと前にリーシャと話す機会があったんだけど。小さい頃からそのために生きてね、遠くなるような昔から祖先が受け継いできた道、今となっては何のために歩んでるの。まさかとは思ったから
それ以上は考えなかったけど、どこか彼女がインである可能性を捨ててはいなかったみたいだ。そんなことは考えてみりゃ、ただの素人がアルカンシェルの準主役に抜擢されるわけがねえんだよ。ああ、あのイリアさんが強引に誘って特訓したそうだから、妙な説得力があっただけだろう。しかもインが現れた時期とリーシャがクロスベルに来た時期もちょうど一致するみたいだし。ヘイユへのチャオさんあたりは正体を知っているんでしょうか。まあ彼女の立場なら秘密にしているのが普通だろうね。下手に素性なんか知られたらいいように使われるだけだろうし。そういう意味ではあまり正体に触れ回らない方がいいかもしれない。ああ、課長はともかくしばらく様子を見てみよう。それに今はヘイユイより赤い星座の方が優先だ。このタイミングでおじきたちが姿を消すとしたら、準備をした上での行動だ。一気に動き始めそうだ。そうか、ソーニャ司令の方にも連絡する必要がありそうですね。ようやくの到着。すみません、少した状況について教えてくれるか。伝えた通り、この建物にはもう誰も残っていない。およそ100名近くのメンバーが出入りしていたと思われるが、全員ジオフロントを経由して行方をくらませたようだ。ジオフロントを経由ですが、そんな道はなかったはずでは。どうやら爆破工作で強引にぶち抜いたようです。ジオフロント B 区画の仮想に出る抜け道が発見されました。やれやれ、とんでもない連中だ。それだけではない。旧ルバーチェの密輸用倉庫の大部分が改造されていた。重火器を扱うための本格的な訓練整備施設としてな。ああ、おじきどもだったらそのくらいは平気でやるだろう。いつでも実戦に臨めるよう常に感覚を研ぎ澄ませておきたい戦闘効果。なるほど。オルランド、率直に聞く、連中の狙いは兵友、それとも駅や空港へのテロか。駅や空港も連中なら苦もなく占拠できんだろう。とんでもないことをしてかすからさ。ということは、まさかオルキスターを占拠するつもりとか。そいつはありそうだが、だが連中の好みからはやはり離れているかもしれない。へえ、好みっていうと。両兵が本領を発揮できるとしたら野戦かゲリラ戦、つまり正規軍を翻弄できるような入り組んだ地形の戦闘が好みだ。それこそ市街地全般や起伏の多い山岳地帯だ。あ、確かに車両の動きも制限されますし。だとすれば、捜査一課ダドリーだ。ああ課長、どうもお疲れ様です。なんですって。ダドリーさん、
警備隊からの連絡だ。正体不明の武装集団がマインツ山道方面に出現。パトロール中の部隊。背後に何者かがいるのだ。それも通商会議の時と同じく。エレゴニア帝国政府、いや、あえて特定するなら帝国軍情報局ですか。その可能性は高いと言わざるを得ません。このクロスベルト情報局の将校が赤い星座と頻繁に連絡を取り合っていました。こうなってしまっては帝国政府に泣きついてみるしかないんじゃないでしょうか。もしくは共和国政府に頼んで味方になってもらうとか。いや、すでに昼間の時点で
帝国政府には問い合わせ、返事は当然ながら身に覚えがないだったね。そしてこれは私の責任だ。独立提言以来共和国いえ決して市長の責任では。いずれにしてもこのままでは自治州政府としても正式な抗議声明を出すしかないだろう。しかし何はともあれ、民間の飛行艇に依頼して何とか上空から確認はできました。現時点では略奪などの行為が行われている気配はですが、マインツの住民食料の備蓄も心配ですし、グズグズはしてられませんね。無論だ、すぐに対策を打とう。警備隊の被害はどの程度のものだ。人的、物的被害ともに甚大と言わざるを得ません。現在、予備戦力のすべてを散…そうか、相手は戦闘のプロだ。あくまでミラで雇われている州の交渉次第、これ以上の惨事を食い止められる可能性もあるだろう。警察の職員は市民の不安を抑えてもらうと同時に、そのあたりの可能性も探ってほしい。了解しました。直ちにギルドとの連絡を取って手を尽くしています。遅いな、あんなことがあったからには。はい、今頃オルキスタワーで今後の対策について話し合われているんでしょうね。政治的にも難しい問題だし。バルドもそうだ、難しい時期にとんでもないことをしでかしてくれたもんだね。ねえねえみんな、課長が帰ってこないんだったらやっぱりお鍋はやめとく？いや、遅くなったら先に始めてろって言ってたしな。せっかくキーボーが用意してくれたし、俺たちだけでも先にいただいとこうぜ。でもランディさん、鍋のことはともかく、ランディ無理してないか？こういう時だからこそ俺たちを頼ってくれたら。もちろん頼ってるっての。前にも言ったが、おじきたちとの縁は切れて、今さら古巣が何をしたところでそこまで答えるってことはねえさ。それよりも今は飯を食って休めるうちに休んで、明日に備えるのが先決だろ。それはお腹が空いては戦はできないって言いますし。ランディのそういうタフさにはいいね。まあ今日は湖の方でもとんでもない連中と出くわしたし、早めに食事を済ませて休んだ方が明日のためになるかもしれないね。そうだな。よし、それじゃあ鍋を始めよう。キーヤが準備してくれたから、肉、魚、野菜たくさん食べて早めに休んで明日に備えよう。おう、いただきます。キーヤちゃん、あとは私たちに任せてお腹いっぱい食べてね。うん、ファイトはお肉とお魚を後で冷ましてあります。ガラララ、行くのかい？お前か。たく、なんでこんな夜更けに起きてやがるんだっつ。
行きつけのバーにちょっと引っ掛けに行っててね。まあ僕はこういう性格だし、別になんさすがにみんな怒るんじゃないだろうな。だがこいつは俺の問題だ。おじきやシャーリーをましてやロイドたちを巻き込む。まあいいけど、君といい、バルドといい、男ってのはバカ。どうしてそんな不器用にしか生きられないんだい。何を言ってるのか、君のもう一つの推測については当たってるとは思う。そうなるかな。黙ってくれていたお礼に、明日の朝しらばっくれてあげるよ。好きなように暴れてくるといい。ああ、恩に着る。まあ彼が抜けるとはちょっと戦力が不安かな。場合によったらアッパスにフォローに回ってもらうか。蹴りをつけてこい、ジャニー。だってそんな、こんな書き置きだけ残し、すっかり昨日の言葉に騙されたな。くそ、エニグマまで置いていくなんて。何？ダメです。周辺の人たちも全然見かけていない。多分人通りのない深夜に出て行っちゃったんだろうね。でも一体どこにケリをつけてくるということは、マインズ方面でしょうか？ああ、その可能性が高い。それなら山道に展開している警備隊からも連絡。そいつは望み薄だな。課長。ったく、いつも散らかしてるくせに妙に小綺麗にしていきやがって。警備隊にも問い合わせたが、ヤスの姿は確認されてないそうだ。多分マインツに向かうにしても真っ当なルートは使わねえだろう。あれでも百戦錬磨の元良兵、正義軍の目をくらますことはいくらでもできるはずだ。少しは私たちのことを頼ってくれていると思ったのに。まあしばらく様子を見るしかないかもしれないね。山岳地での軍事行動ほど良兵の得意分野はない。追いかけようにも手がかりすら見つからないんじゃないかな。いや、え、多分ランディも夜のうちにはマインツ方面には行ってないと思う。ひょっとしたらまだクロスベル市にいる可能性すらあるかもしれない。え、どうしてわかるんだ？簡単なことさ。もしランディが本気で赤い星座の武装活動を何とかし、今のあいつの獲物スタンハルバードだけで何とかなると思うか？あ、確かにどう考えても。ってことは、ヤスが良兵時代に使っていた何らかの武装、それを調達するのが先ってわけか。はい、経歴から考えてかなりの火力の銃火器あたりに通じていてもおかしくありません。それらを市内で調達するのは決して不可能ではありませんし、昔の獲物をどこかに保管していた可能性もあります。なるほどな。それじゃあ市内で彼が立ち寄りそうな場所を回ってみれば、ランディさんの行方を突き止められるかもしれない。確かに調べる価値はありそうです。ああ、そう思ってさ。ワジ、検討外れだと思うか？いや、
さすがに予想外だと思ってさ。いいんじゃない、聞いててなるほどと思ったよ。それで彼が立ち寄るとしたら市内のどこが怪しいのかな。そうだな、やはり旧市街周辺が一番怪しいかもしれない。交換屋のアシュリーさんは裏で武器も扱ってるし、ギオーム親方なんかも重火器の扱いには詳しそうだ。カジノのドレイクオーナーも何か知ってるかもしれませんね。ランディさん、しょっちゅう遊びに。そうね、それに確かランディがクロスベルに来た時以来の。うまく巻いたつもりがお前らにかかりゃあっという間に尻尾をつかまれちまう。当然です、こんな勝手リーダーとしても許すわけにはいきません。なんとか行き先をつかんで絶対に連れ戻さないと。当たりきしゃりきです。ええ、首に縄をかけても連れて帰りましょう。ランディ、大丈夫なの？ああ、絶対に連れて帰ってくるから。ええ、何も心配いらないわ。キーヤはツァイトと一緒にお留守番をしていてください。うん、ライドたちもくれぐれも。さてと、歓楽街のカジノに旧市街の2軒だったかな。ああ、他の場所にも手がかりがあるかもしれないけど、とりあえず市街に出ている暇はなさそうだ。幸い今朝は新たな支援要請が来てなかったみたいですし、多分昨日の事件の影響で本部警備隊もかなりの被害を受けたみたいだし。ごめんなさい、あなたの立場からしたら人と手順。いえ、そうした危険も私たちの職務。それに行きましょう。ああ。
さすがというか、さすがということは、やはりランリーはこちらに。ああ、昨日の夜に連絡があって、朝早くブツを受け取って、あんたらが訪ねてきたら、シラを切ってほしいと頼まれたが。そう。それで、結局ランリーは、やはり、動力式の…いや、そんな真っ当な代物じゃ、炸裂弾やら鉄砲弾、グレネード弾なんかはもちろん、火薬を使った旧式の弾薬まで、店にあった在庫を洗いざらい買い占めていったよ。それと闇に流れていた無登録のエニグマ2だね。なるほど、さすが用意周到だね。無登録のエニグマも、ああ、うちもそれなりに強力な動力式、火薬式のライフルを扱っているつもりだったが、赤い星座の次期団長にはお気に召さなかったようだね。アシュリーさん、ご存知だったの。当たり前だろ。どうやら古巣に一泡吹かせるつもりみ。オーガロッソとブラッディ・シャーリーといえば正真正銘の化け物どもだ。半端な元傭兵ごときじゃ間違いなく返り討ちだろうね。させません。そうさせないために挑発しても無駄みたいだよ。やれやれ、そうみたいだね。まあ、あの若造がくたばろうが、私の知ったこっちゃないが、お得意様が減ってもつまらない。はい、情報ありがとうございました。おう、お前らランディのやつ、一体なんか尋常じゃねえもんの整備を。やっぱりさ、今朝のことですよ。ああ、5時くらいにいきなり店を訪ねてきて、ちょうど徹夜明けだったから勢いで引き受けちまった。それで尋常じゃない、やっぱり。ああ、と言ってもバラしたユニットだけだがな、しばらく使ってなかった機関部や排気ユニットやらを一通り整備してやったが、ありゃ組み立てたらとんでもねえ化け物になると思うぜ。察するに、ランディが使ってた特注の動力ライフルあたりは。ああ、間違いないだろう。キヨンさん、情報ありがとう。ああ、事情は知らんが、仲間のお前だ。はい、了解。Thank you.
これは皆、もしやランディの件でいらっしゃった。はい、やはり彼はこっ、夜中の3時くらいに店にふらりと現れまして、しばらくここで飲んでから帰っておきましたが、どうやら真っ先にこちらを訪れたみたいですね。それでその後どこかに行くとか言ってなかったか。やはり支援課には戻らなかったみたいですね。いえ、どこに行くとは特に言っていませんでした。ただどうも飲んでいる最中、おまけに帰りにはあるものを、ま、あるものですか。随分もう2年前、ランディがこの町に来たばかりの時に預かったんです。俺が死んだらジャンク屋あたりにバラして売り払ってくれと言って。昨夜から今朝にかけてのランディの動きが見えてきたわね。ああ、軽く整理してみ。おそらく最初にそのトランクに入っていたのはランディの両兵時代、多分かなりの攻撃力を誇る動力ライフルじゃないかと思う。普通そうしたライフルは分解した状態で持ち運ぶはずです。2年ほど使っていなかったため、ランディさんは分解されたユニットを修理工房で整備してもらう。ま、武装の整備は戦場での生死を左右するものだから、ランディ先輩なら絶対に綿密にチェックしたはずです。最後に交換屋によっていろいろと仕入れたみたいだけど、火薬の弾丸も仕入れたってことはかなり特殊なライフルなのかな。ラインフォルト社の中には動力式と火薬式を切り替えられるラインナップもあるそうだけど、いずれにしても相当特殊で強化されたライフルでしょうね。ああ、赤い星座の両兵たちも見たことのない巨大な。よし、これで大体ランディの状況は。最後にランディさんが交換屋を訪れたのが現在10時くらいですから、4時間近くも経っていますね。今から先輩の足に追いつく。いや、ランディだって赤い星座に仕掛けるならさすがに仮眠くらいは取るだろう。その上で地形の利を生かして一気に仕掛けて蹴りをつける。いずれにしてももうそんなに余裕がないわ。ああ、
こうなったらダメ元で。マイン。まさか。タンディさんから。はい。特務士。この番号が言ったでしょう。ロイドさんたちのタイムズ百貨店、お暇でしたらぜひ屋上までいらしてください。ロイドさん、ヘイ、サオだ。中央広場のデパートの屋上で待っているらしい。こんな時に。わからない。ただあの男が意味もなく連絡してくるとも思えない。参道に出る前に、とにかく